どうもこんにちは、しょうゆです。2022年11月7日放送のハロドリについて感想をゆるりと話していきたいと思います。まずはお茶の間 B リーグハーフタイムショー出演の裏側ということで、 B リーグ2022-23 シーズン B1 リーグ戦、川崎ブレイブサンダース対シーホース三河、ハーフタイムショーで恋のクラウチングスタートとお祭りデビュー立ての2曲を披露してました。この日は写真撮影 OK やったんですよね。ツイッターでちらっと流れてきたの見てました。で、中にはグッズ用ですかみたいなキラッキラなキララちゃんを撮ってる方がいて、もうお金払ってでも買い取りたいなって思うような写真がいっぱい流れてきてました。いいカメラ使ってるんやろうな。キララちゃんバスケあんま見たことないって言ってて、動画見て勉強してきたって言ってて、もう真面目で可愛くないですかこういうとこすごいよな。ももちゃんはバスケのゴール決める動き、これを振り付けに取り入れたいなって話してて、ちょっと注意して見てたんですけど、ミクちゃんが決めてたのは確認できました。やっぱりソロパートっていうのは取り入れやすいですよね。他のメンバーはちょっとわからんくて、ももちゃんもできてたんかわかんないんですけど、実際に見た方はわかるんかな。で、お祭りデビューだぜの時に、もう後ろの方でゆるキャラがもう左右にこう揺れたり、手拍子したりしててめっちゃ可愛かったんですけど、川崎ブレイブサンダースのマスコットキャラクターでロールくんっていうそうです。で、調べてみたらチャームポイントは稲妻型の肉球とのことでしたどんな肉球やねん。で、次はお茶の間新曲ミュージックビデオ大公開ということで、2022年11月30日発売の運命チャ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 ン、うちらの地元は地球じゃんから、運命チャ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 ンのミュージックビデオ撮影メイキング、前から気になってたんですけど、チャ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 ンのイントネーション難しくないですか。チャ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 ンかな、チャ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 ン、え、チャ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 ーン、チャ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 ーンなのか、チャ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 ーンなのか。で、もう一個チャ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 ーン、いや、さすがに上がるのは違うかなって思うねんけど、ナレーションの方はチャ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 ーンとか言ってた気がするねんけどな。で、これで、ね、延々と悩んでたらわさびさんに人それぞれやって言われましたまあそうですね、はい、その通りです。男役と女役に分かれてペアを作ってるということで、私の推しペアは広本瑠璃ちゃんと北原ももちゃんですね。なんか2人のバランスがいい気がしてます。演技シーンでももちゃんが瑠璃ちゃんにデートに誘うシーンがあるんですけど、あのカットってかかった後の照れ笑いが可愛すぎやと思う実際にセリフを声に出して演技してて、ミュージックビデオでは声が入ってないから、なんかもういいもの見れたなっていう感じがします。で、久保田が食パン加えて石栗くんとぶつかるシーンは、あの食パンと衣装のちぐはぐ感がすごかったし、まあ、結構思い切りぶつかってて、いつもハロドリはもうふんふんって見てたけど、もう珍しく声出して笑いましたもういいキャラしてるなーって思うし、ミュージックビデオフルで見てきたんですけど、もう美味しい使われ方してますよね。ぜひそのまま突っ走ってほしいです。最後はハロプロ研修生発表会ライブ映像ノーカットバージョンということで、9月のハロプロ研修生発表会から一尺玉でぶっぱなせのライブ映像が公開されてました。お茶の間も一緒にパフォーマンスしてたから、まあ、人数多いなって思うんですけど、実際のハロプロ研修生はこの半分の人数なんですよね。吉田ひのはちゃんも最近見てないからちょっと心配してるんですけど、戻ってきますよね戻ってくるかな。で、川島美穂ちゃんの歌声がやっぱり好きですね。数少ないソロパートもうニュアンスたっぷりに歌い上げてた感じがしました。モーニング娘。17季節が囁かれてますが、実際はどうなんでしょうか。私的には推しグループにやっぱり来てほしいですね。今週のエンディングテーマはジュースジュースのイニミニマニモ恋のライバル宣言でした。だね。そういや、イニミニマニモ衣装の特定しようと思って全然進んでないです。ちょっとぼちぼちやっていかなあかんな春撮りの途中、尾形梨紗ちゃんのキティがちらっと流れたんですけど、
あれいいですよね。平成っぽい曲調が懐かしくて心地いいなって。推しにもこんな曲欲しいなと思ったりしました。来週はオチョノーマのレコーディング映像だそうで楽しみですね。2022年11月7日放送のハロドリは TVer で見逃し配信されてるのでぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2022年11月15日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。